皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画は3月前半発売予定の雑誌とムック本の付録合計29冊紹介していきたいと思います。3月1日ミディが発売されます。付録はペコちゃんふわふわクッションです。出ました。大好評不二家のペコちゃん付録第3弾でございます。こちらは起毛素材のふわもちクッションとなっておりまして、ペコちゃんの可愛いお顔の形となっております。背面は見ているだけでお口に幸せが広がるミルキーの包み紙の総柄デザインなんです。思わず抱きしめたくなる可愛さですよね。デスクワークのお供にぜひ使ってみてくださいね。そして宝島チャンネルで購入するとペコちゃんとポコちゃんの付箋がついてきますので、こちらも要チェックです。3月1日ミニ増刊号が発売されます。こちらはスノーマン佐久間大介スペシャルエディションとなっております。書店ネット書店限定販売、コンビニエンスストアではお買い求めになれませんのでご注意ください。3月1日ニコラが発売されます。付録はレピピアルマリオ2ウェイクリアペンケースです。3月1日ディズニーツイステッドワンダーランドコレクションブックロングウォレット書店版とセブン限定スペシャルパッケージバージョンが発売されます。大人気スマホゲームディズニーツイステッドワンダーランドの日常使いしやすいおしゃれな長財布が登場です。ポイントは脂肪感のあるレザー調の本格長財布となっていて、あらゆるシーンに馴染む優しいブラウンカラーにツイステらしいあしらいを箔押ししたシンプルで日常使いしやすいデザインです。ジップの引き手はマジカルペンモチーフを採用しております。お財布を開け閉めするのも楽しくなりそうですね。中は本のページをめくるように探せる18のカードポケットを装備、増えがちなポイントカードなどをすっきり収納できますよ。お気に入りのトレーディングカード収納にも使えます。そしてカードを18枚入れても厚さは約2センチとお財布が分厚くなりにくいのもポイントとなっております。バッグの中もすっきりしますよね。さらにご覧ください。裏地はおしゃれなオリジナルアイコン柄で、寮生&ナイトレイブンカレッジ関係者全27キャラクターのアイコンをあしらったオリジナルデザインの裏地となっております。また幅広ポケットを2つ装備、マチ付きポケットはかさばるものも入れられて便利ですよね。お札入れは深すぎず、お札を出し入れしやすい幅広ポケットです。長めのレシートも収納できますよ。コイン収納はもちろんジップ付き、裏地が黒で汚れが目立たないのも嬉しいポイントとなっております。3月1日猫のダヤンソープディスペンサー泡タイプブックが発売されます。こちらは池田明子さんがデザインし、オリジナルの型から作ったディスペンサーとなっていて、コロンとしたフォルムでお部屋のインテリアにもしっくりくる可愛らしいデザインに仕上がっております。残量が分かりやすい半透明のプラスチック製で 500ml 入る大容量なところも嬉しいポイントです。ポンプを押すと泡が出てくるので手間がかからず便利に使えますね。毎日の手洗いが楽しみになるアイテム、おすすめです。3月2日エッセイが発売されます。別冊付録として最高で最強のお弁当レシピブック2022 52ページがついてきます。3月2日コアラのマーチチョコレートポーチブック、いちごポーチブック、チョコレートビッグポーチブックが発売されます。なんとあのコアラのマーチが便利で可愛いポーチになりました。約10年ぶりにアイテム付きブックとして登場いたします。ではポイントを見ていきましょう。コアラのマーチのビスケットのようなぷっくりデザインがとっても可愛い仕上がりです。表面のビスケット型のサイズは本物のビスケット約17個分、ビッグサイズは約28個分あります。チョコレートポーチのフロントはコアラのマーチくん、バッグは背中にチャックコアラをデザイン、いちごポーチのフロントはいちごコアラ、バッグはケーキコアラがデザインされております。開口部は開きやすいダブルジップを採用、ガバッと開いて使いやすい5つのポケットがついた蛇腹ポーチ仕様となっております。内側にもコアラのマーチがいっぱいいらっしゃいます。その中にはラッキーなコアラ絵柄が混じっているかもしれませんよ。ステーショナリー収納にしたり、文具ポーチ、コスメポーチ、ガジェット用ポーチなど幅広く活躍間違いなしです。すでにネットでは売り切れておりますので早めにセブンへゴーです。3月3日萌えが発売されます。特別付録は原画サイズ16ページピーターラビット小さな画集、閉じ込み付録としてピーターラビットバースデーシールが付いてきます。
3月3日リーボックアウトドアバックパックブック書店版とセブン限定スペシャルパッケージが発売されます。大人気アスレティックライフスタイルブランドリーボックからアウトドアバックパックが新登場でございます。早速ポイントを見ていきます。バッグは体に沿うこだわりの立体感のあるデザインとなっております。そして正面にはブランドロゴの刺繍がされており、ロープハンドルのダブルジップが使いやすいポイントです。ガシガシ使えるタフなリップストップ生地を採用、毎日の使用にもしっかりと耐えてくれます。そしてもちろんショルダーストラップの長さ調節可能となっております。前面にはフックにもなる持ち手がついて、さらには小物を収納できるメッシュポケットと上着を挟めるバンジーコード付きなのも嬉しいポイントですね。そしてご覧ください、 A4 が楽々入る大容量で耐荷重約 10kg と使い勝手抜群です。アウトドアはもちろん通勤通学にも大活躍間違いなしです。3月7日インレッドが発売されます。付録はディズニープリンセスデザイン2つのセットで使うと保冷温バッグになるマチビロトート&保冷温ポーチです。こちらはディズニープリンセスの7人の心弾む可愛さのトートとプリンセスのシルエットが描かれた保冷温ポーチの2点セットとなっております。ベル、ラプンツェル、オーロラ、アリエル、白雪姫、ジャスミン、シンデレラ、この7人が揃えば間違いありません。そしてトートにポーチを入れると保冷温バッグになります。ご覧のように近所への外出時にちょうどいいサイズとなっております。こんな感じで 330ml のペットボトルが6本入りますよ。またマチもたっぷりでランチバッグを入れるのにも最適となっております。3月7日大人のおしゃれ手帳が発売されます。特別付録は羽化振動が心地よく頭皮をほぐす電動パドルブラシです。こちらはトータルビューティーカンパニー羽化とのコラボで頭皮のマッサージにぴったりです。スイッチを入れれば振動が心地よくセルフヘッドマッサージが叶う付録となっております。ピンは高級感のある竹製です。程よい柔らかさもあり心地よい肌当たりとなっております。ピン先を丸くすることで優しい刺激を与えてくれます。またボタン一つでオンオフの切り替えが可能。オフでは普段使いのブラシとして、オンにするとマッサージャーとして使えます。羽化のロゴもポイントですね。ブラッシングするだけでヘッドスパ気分が味わえるおすすめ付録となっております。3月7日ステディが発売されます。特別付録はマーキュリーデュオ4つの便利な機能付き進化系パスケースです。こちらは華やかなレモンイエローにオリジナルの花柄が可愛いレザー調のカードケースとなっております。スナップボタンを開くと内側にはブランドロゴ、さらには透明窓がついたカードホルダー1つとカードポケットが3つついております。そしてもう一方のスナップボタンを開くと、こちらにもカードホルダー1つとカードポケットが3つついていて収納力抜群なんです。こんな感じでカードホルダーは2つついております。両面が開いて使いやすいですね。またファスナー付きケースは名刺やカード類が収納できるサイズとなっていて、ジップ付きなのでお金を入れても安心です。持ち手にもなるストラップは取り外し可能。こんな感じでバッグに付けられます。お出かけ通勤に活躍間違いなしです。そしてステディは増刊号も発売されます。付録はスノーマン渡辺翔太スペシャルエディションです。こちらは書店ネット書店限定販売となっておりますのでご注意ください。3月7日リーが発売されます。付録は LL ビーン 2way ミニボストンです。ご覧ください、アウトドアブランド LL ビーンらしいカーキとネイビーの配色。ミニサイズでもスマホや長財布が入る収納力となっていて、ショルダーストラップは取り外しサイズ調節が可能となっております。取り外せばトートとしても使える 2way 仕様です。こちらも見逃せません。3月7日ジェリー増刊ジーナ2022スプリングが発売されます。付録はアーバンリサーチジッパーポーチ付き春のお出かけコスメ8色セット2色パレット3個ネイルカラー2本ジッパーポーチ1個となっております。3月7日子供絵が発売されます。付録は別冊28ページ絵本レッサーパンダのパティリンゴ畑のアップルパイと別冊24ページ絵本何になれちゃう、そして閉じ込み付録として野良猫軍団ミニ卓上カレンダーがついてきます。
3月9日モノマックスが発売されます。特別付録は明治キノコの山&タケノコの里両 A 面2層ポーチです。明治のロングセラー商品キノコの山とタケノコの里両方が味わえちゃう2層ポーチが登場です。ご覧のようにパッケージそっくりのデザインはほぼ実物大サイズに仕上がっております。中は2層タイプとなっていて、キノコ側はポケットが3つで文具などの小物アイテムを入れたいですね。タケノコ側は大きく開くまちでケーブルなどガジェットポーチとして使えます。その他ハンドクリームや飲み薬、絆創膏を常備するポーチとしてもいいですね。もちろんブルボンのお菓子を入れてもいいですよ。さらに思わず食べたくなっちゃう本物そっくりのチャーム付きなのも見逃せません。3月9日ビーパルが発売されます。付録は小川×ビーパルソロキャンアウトドアテーブルです。テントなどで大人気のメーカー小川とのコラボです。アウトドア感満点の木製テーブルが付録となっております。4枚の板とロープでまとめればコンパクトにまとめられるので持ち運びにも便利。こちらの付録でソロキャン始めてみてはいかがでしょうか。3月9日サライが発売されます。特別付録はサライ金星若冲一筆箋です。こちらは江戸時代中期の画家伊藤若冲の儒家鳥獣図屏風を題材とする一筆箋となっております。3月10日スウィートが発売されます。特別付録はスナイデルビューティー監修マイクロカレント美顔器です。こちらはもうおなじみですよね。マイクロカレント、微弱電流と振動によって手軽に肌ケアができる美顔器となっております。環境に配慮した再生 ABS 樹脂を使用し、持ちやすいシルエット、ボタン1つで2つのモードの切り替えが可能なんです。汚れオフモードは微細な振動で古い角質や汚れの除去をサポート、普段の洗顔では落としきれない汚れをオフしてくれます。浸透モードは化粧品の美容成分の角質層浸透をサポート、化粧水や美容液をなじませてから美顔器でケアしましょう。まだ使ってない方はぜひ使ってみてくださいね。3月10日美人百科が発売されます。別冊付録として大人百科スペシャルボリューム5がついてきます。3月10日バイラが発売されます。別冊付録として神について知りたいこと全部ブック52ページがついてきます。3月10日エレンディークマルチポシェットブックが発売されます。人気ブランドエレンディークのオフィシャルブックが登場いたしました。特別アイテムはマルチポシェットとなっております。ご覧のようにポシェット本体はお札入れスペース、ジップ付きコイン収納、カードポケット4つとパスポートサイズが入るポケットを備え、お財布としても使えます。またスマホポケットや IC カードが入るポケットもついて、これ一つでお出かけできる優れものなんです。ショルダーストラップはサイズ調節取り外し可能です。さらにコインや鍵が入れられる小型の三角ポーチもついております。3月10日デュオスペシャルスキンケアブックが発売されます。セット内容、まずはデュオザクレンジングバームブラックリペア 20g、とろける質感はそのままに毛穴汚れに特化した真っ黒なクレンジングバームです。黒ずみザラつきを除去して毛穴の奥まですっきり洗い上げます。そしてバームには専用のスパチュラもついております。さらにはデュオザウォッシュブラックリペア 27g、 酵素スミクレイの力で毛穴の黒ずみやザラつきをすっきりオフし、しっとり洗い上げる朝におすすめの酵素洗顔パウダーです。さらにさらにデュオザリブーストローション 20ml、 紫外線による乾燥や大気汚染物質などの外的ストレスに負けない肌の土台を整える化粧水です。とろみのある濃密なテクスチャーが潤いを潤沢にチャージします。そしてこれらすべてのアイテムがジャストで入る特製のメッシュポーチもついております。持ち運びにぴったりですよ。また宝島チャンネルで購入するとデュオザ・デイ・エマルジョン 0.5g パウチを抽選で100名様に当たります。3月14日クリスチャン・オリビエ・パリライトグレーが発売されます。大人気クリスチャン・オリビエ・パリが久しぶりに登場です。スペシャルアイテムはライトグレーにピンクのモノグラムが軽やかでおしゃれなデザインです。トートバッグとしてはもちろん、取り外しサイズ調節できる付属のストラップをつければショルダーバッグにもなる 2way 仕様です。そして背面にはジップ付きの収納ポケットを装備。中をご覧ください。3層に分かれた収納は整理しやすく使いやすい機能的なデザインです。中央のメイン収納はマグネットボタン付き、内ポケットも3つ付いております。
長財布、ペットボトル、ポーチなどしっかり入る大容量おすすめとなっております。いかがだったでしょうか。ここまで3月前半発売予定の雑誌とムック本の付録合計29冊紹介してきました。来月は現在のところ付録少なめの予定となっておりますね。発売日が2月から変更になったものもありますので注意してください。購入した付録は随時開封レビュー動画を上げていきますので、ぜひ参考にしてくださいね。また今回紹介できなかった追加情報変更内容は月末のまとめ動画で補足していきますので、そちらもチェックしてください。そして Twitter、Instagram でも付録情報を発信しておりますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。動画のグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。